の、サービス強み弱み、戦略とか価格帯だったりとか、まあ、シェア率がどうであるかっていうのが、3C 分析です。で、まあ、今一応そのクライアントさんっていう言い方でお話ししましたけれども、これはまあもし初めて取り組まれるっていう方だと自分の会社に落とし込むのが一番早いかもしれないですね。まあ、仙台のウェブ制作会社で、まあ、私 B モードですけれども、まあ、B モードはまあどういう会社ですか、でうちのターゲットするお客さんクライアントっていうのはどういうところですか、また競合はどんなところがいますかみたいな形で自社に一度落とし込んで考えてみていただけると一番分かりやすいかなと思います。で、概要はお話ししたんですけれども、実際にじゃあどういうことだろうというのが多分分かりにくいかなと思ったので、例を挙げています。仙台市の繁華街にあるとある牛タン屋さんを例にということで、あくまでも仮説として捉えてください。で、その牛タン屋さんの、お客さんの分析、調査方法はネット検索でまず市場を調査します。仙台の牛タン屋さんってどうなのかな、価格帯はどうなのかなみたいなことを調べます。で、口コミサイトへの投稿とかも調べています。あとは、まあ、自分が牛タン屋さんだとすれば、自社のお客さんですね、実際にお客さんにちょっと馴染みのお客さんにそのアンケートを取ってみるというのも、一つの手法だと思います。で、その結果、ターゲットは地元のサラリーマンや OL さんだきます、もしくは、出張で遠方から来た会社員の方とか、観光客の方というようなターゲットが考えられます。で、市場は仙台の方だったら分かると思うんですけど、価格帯にあんまり差がないですね。だいたい1500円前後ぐらいですよね。まあ、ちょっと価格上げようとしてなんか新単みたいなのが2000円とか2500円とかってあったりしますけど、大体そんなにお店で差はならない、ないのかなと思うので、まあ、購買要因にはあまりならないかなと。で、逆にじゃないです、客単価は結構普通のランチから比べれば高い、その反面利用頻度はあんまり高くない傾向がありますねっていうようなことが、まあ、これくらいだったらネットで検索すれば把握できるんじゃないかなと思います。で、ユーザーニーズが、仙台でしか食べれないお店に行きたいですよね。せっかく仙台牛タンって呼ばれてて、なんか自分 の地元にもあるような他の地域にも出しているようなお店では食べたくないなとか、あとは値段に合う満足感が欲しいなとか、接客で使える雰囲気やサービス、まあ、これも満足度ですよねが必要ですとか、あとまあよくお店検索するときは PC かスマホもしくは地元のフリーペーパーで牛タン屋さん探しますよっていうようなユーザーニーズが見えてきてますっていうのが、まあ、顧客分析。で、次に、競合の分析。で、これは実際ちょっと私が調べてみたんですけども、キーワードを仙台牛タンとか、宮城牛タンで検索をして、で、自然検索とあとは、広告リスティングで出たところとあとは、Google マップですね、SEM で出てきているところの2ページ目までにヒットしたサイトで拾い出ししてみました。で、そうすると、キスケさんとかリキューさんとか伊達の牛タンさん、タン屋全国の司とかっていうのが出てきまして、で、さらにその中でも関東進出系と、まあ、地元にしかお店がありませんよっていうような傾向で分けられるかなというようなのが見えてきてます。で、実際にサイトを見てみると、キャッチコピーは地元感とか味へのこだわりとか歴史が長いという印象の内容が多いです。またデザインは味への信頼感とか店舗の質が高そうで、かつ、まあ、1回来てもらっただけではなかなか単価が上がってこないのでネットショップをやっているところも多いです。また店舗詳細がグルナビにリンクしているところが結構多いんですね。お店の簡単な概要だけであとはもうグルナビに飛びますみたいなところが多かったです。なのでやっぱり営業時間とかマップとか店舗の情報だけを探そうとするとそこまでの動線がちょっと長い
なという傾向が見られました。あとは意外にスマホに最適しているサイトがなかったですね。ここはちょっと制作会社など営業するのにいいポイントかなと思いました。Google の方でも今春先からスマホに最適してなくなっちゃうみたいな状況になりました。はい、っていうのが、競合分析で、次は自社です。その牛タン屋さんの分析になります。これはちょっとあくまでも、どこのお店というわけじゃなくて、想定ということで捉えてください。で、単店の経営です。で、繁華街立地ですね。国分町にあるお店です。で、客席は30席ぐらいなので、あまり広くないです。で、オーナーさん1人とバイト3名体制のお店です。で、強みは EV しか使えません。よく牛タン屋さんだと先ほど言った新タンと普通のメニューとかってあるんですけども、ここのお店は新タンのみしか使ってません。で、牛タン以外の地元産のメニューもありますと、結構他のメニューも揃ってます。で、あと地酒のメニューが多い。ちょっとお酒飲みながら牛タン以外のものをつまみにして飲んだり食べたりできますよっていうようなお店ですかね。あと営業時間が長い。ちょっとこれ、出来すぎかなと思ったんですけど、英語を話せるスタッフがいるとかですね、学生さんのバイト使ってるところだと、意外に学生さんがちょこちょこっとその軽い簡単な英語ならいけますよみたいな人もいるかなと思って、入れてみました。で、弱みはやっぱり知名度が低いと。で、ランチ営業はしてません。どちらかというと夜の方に力を入れてます。あとは客席が少なくて団体対応ができないというような弱みがあります。というような、分析ができますと。これが 3C 分析です。で、こういうふうに分析をして、あくまでもその、これをじゃあ今度、ウェブにどう生かしていけるかっていうのを、ここから施策を考えていくというような流れになっていきます。先ほど、競合の方で、ちょっとウィークポイントみたいなものも見受けられたので、そこを逆に作る。あと競合の方だとどちらかというと観光客とかを意識しているような傾向が強いので、逆にそのここの牛タン屋さんは、牛タン以外のメニューも多いし夜の時間も長いし、やっぱり地元の人たちを意識している。なので同じような競合と質も高くてみたいなサイトを作るというよりは、もうちょっとその地元の人に向けたサイト作りとか、スマートフォンに最適化させる、もしくは意外に英語のサイトが競合はなかったので、簡単に英語の案内とかをつけて、ちゃんとうちのお店だと英語接客もできますよみたいなような表現をしてあげてもいいのかなとかというような施策が考えられるかなと思いました。というのが 3C 分析になります。で、ここから、施策を考えていくんですけれども、これも先ほど阿部さんの話だったんですけれども、やっぱりサイトの目的を明確化しないといけないですね。その施策を考えるのはいいんですけど、結局それって何のためにやるんですかっていうのが重要になってきます。スマホサイト作りましょうかとか、じゃあちょっとこう、英訳して外国人の観光客を呼びましょうか。サイトのじゃあ目的って何なんでしょうか。もうそこを見せたら間違いないですね。お店に来てもらうことがもうサイトの目的になります。で、実際にサイトとして、サイトとしてのその目的を考えたときに、サイトのコンバージョンと企業のコンバージョンっていうのは、異なる場合がありますよね。例えばさっきの牛タン屋さんだと、サイトだけでそのコンバージョンを得るっていうのはちょっと難しいかなと思います。これがネットショップであれば、購入するイコール売り上げになるので、もうそれがコンバージョンでもいいかもしれないですけれども、実際にそのさっきの牛タン屋さんだと、来店した人数がどれくらい増えたのかみたいなところまで落とし込んでいかないといけないですよね。なので、データを取っていくのは、例えばこれ一つの例なんですけども、サイト訪問者が8000人いますと。じゃあコンバージョンで、月80件お問い合わせありました。コンバージョン率 1% です。かな、お問い合わせも80件あったしね、よかったねとはならないですよね。でここから先売り上げが上がるとは限らないです。実際には
そこから商談に結びついた数、まあ、一応セットアップ率っていうふうに、書いてますけれども、まあ、それが20件ぐらいありましたと。でそこからさらに実際に売上に結びついた営業制約率、まあ、それが半分ですと 50% で、実際に売上に結びついたのは10件、まあ、8000人の人にサイト来てもらって、実際に売上は10件上がってますと。で客単価が、1人当たり大体100万なので、月の、サイトがもたらしている売上は1000万ですねと。ここまでやっぱりちゃんとその目的をどこであるかっていうのを定めて、データを拾って考えていかないといけないです。でサイトでただお問い合わせをもらうっていうことだけに一生懸命になると、ちょっとそこはクライアントさんとの認識のズレが生じる可能性がありますね。でさらに、先ほどは8000人来て、コンバージョン率 1% っていうお話しましたけれども、ウェブサイトって、まあ、LP だったら1ページしかないので、そのデータでしかないかもしれないですけども、大体、まあ、いろんなページがあった上で、お問い合わせなり、購入のページがあってのコンバージョンになりますよね。なのでデータを分析していくときは、ある程度こう、こまめに分けて細分化していく必要があります。サイトから8000人来てくれてますと、セッションが8000人いましたと。で、直帰が 80% なので、回遊数が、回遊率が 20% ですね。で回遊数が1600人、トップページ以外に回ってくれた人が1600人いますと。で、その回ってくれた人のうち、ホームに、お問い合わせホームに到達してくれた人は、さらに 50% まで減りましたと。800人。まあ、800人、800件ですか。800件。回遊離脱率が 50% なので、ホームに来てくれた人は800件いますと。そこから最終的に、お問い合わせしてくれた数は80件ですと。ホームの離脱率が 90% います。 90% なので720件の人たちはホームに来たけどお問い合わせはしてくれてない。80件の人たちがコンバージョンになりました。なのでコンバージョン率はスタートの接触から考えると 1% ですねということが分かってきます。そうするとここで、まあ、こう改善していくポイントってさらにいろんなところが見えてきますよね。最終的なコンバージョン率を上げるっていうことだけじゃなくなってきます。直帰率を改善もできますし、まあ、この、ホーム回遊離脱率も少し改善していきましょうかみたいな、そのいろんな施策を立てていけるようになります。で、まあ、今見ていただいた通り、まあ、サイトで成果を上げようとすると結局集客をするか、もう改善ポイント各指標を改善していくか、まあ、どっちかですよね。それしかないと思います。でより具体的に、今お話ししたような中身をさらに細かくして、解説していきたいなと思います。先ほどと同じですね。自然流入が8000件、セッション8000で、受注が、10件ですと。で売上が1000万今ありますというような、ご説明を先ほどさせていただきました。これをさらに売上1500万まで増やしたいんだよ、どうすればいいかなって言われた時にどういうふうに計画を立てていくかという内容になってます。でまず、1500万で受注単価が100万なので、これもう受注数は15件もらわないと1500万になりませんよね。で、前提条件で先ほど見ていただいた表で、まあ、受注率が 50% で商談率、これはセットアップ率って書いてたのが 25% になっているので、じゃあ15件の受注もらうためには受注は30件もらわないといけないですと、受注
受注、あ、商談、商談は30件もらわないといけないですと。で、商談を30件もらうためには、120件のコンバージョンをもらわないといけないです。で、今度120件のコンバージョンをもらうためには、ホームでリアスしている人がもう 90% もいるので、もうこれ1200件ホームに来てもらわないといけない。で、ホームに1200件来てもらわない、もらうとなると、まあ、直帰じゃない人たちのページをいろいろ見てもらう人たちは、2400件必要になりますと。で、最終的に、セッションは1万2000件必要になると。今8000件のセッションに対して1万2000件の流入を増やせれば、理論的には売り上げが1500万上がることになります。ただまあこれはあくまでも数字に基づいた前提条件、各前提条件に基づいた仮説になるので、これはまあ実際そうなるかどうかはわからないですけれども、理論上はそういうふうになります。じゃあ8000件を1万2000件に、するために、じゃあリスティングを今までやってなかったけれども、リスティングをやって、4000件増やしましょうかと。それで1万2000件にして実際にデータがどういうふうになっていくか見ていきましょうっていうふうに、この BDCA サイクルに落とし込んでいくっていうような考え方になりますね。例えばまあこれだと500万儲かるので、4000件リスティングに使ったとして、そうですね、1件あたり例えば100円でも40万かけても460万儲かりますねっていうような計算になります。実際にはまあ500万儲かってもリスティングとか広告かけちゃうと経費がかかってくるので、そこは費用対効果を見ないといけないですね。もうバンバンお金かけて流入だけ集めればいいっていうことではないので、まずこれが一つの方法になります。で、もう一つが、売り上げはやっぱり1500万に上げたいですと。でも広告にかけるお金がないからリスティングはやりません、流入は変えません。じゃあこれどうすればいいでしょうかという話なんですけれども、また同じように、受注は15件指示すると。そうなると商談は30件必要になりますと。で、この8000件のデータから言って、売上の1500万の、目的から逆算していくと、コンバージョン数は120件にしないといけないんですね。で、コンバージョン数を120件にするためには、ホーム到達800件っていうのがもう出てるので、じゃあ、ホームの離脱率を 90% から 85% に改善しましょうと。この 5% 改善するだけで売り上げが500万上がりますっていうような仮説が立てられます。まあ、ホーム離脱率が 90% だとさすがにやっぱり改善するべきポイントではありますよね。まあ、ここでそうですね、ホームに対して、まあ、項目数が多いのであればもう少し敷居を下げてあげて、項目数を減らすことで、まあ、ホームの離脱率を回避できないでしょうかとか、あとは、入力に対してのエラーを全部入力して、入力内容を確認するってやってページ遷移しないと、そのどこがちゃんと入力されてないかっていうのが出なくて、でさらにそこから戻るともう一回最初から入力しなければいけないみたいなフォームがあったりするんですけども、それだとちょっとユーザビリティに欠けますよね。まずそういうのをじゃあもう入力して基準に満たなければ、すぐそこでエラーが表示されるように、JavaScript で作っていきましょうかとか、まあ、いろんな改善方法が考えられますっていうような形で、まあ、ホームを改善、その各指標を改善していくか、まあ、もしくはその流入を増やすかっていうのを、この目標を立ててそこから逆算していくっていうことが、重要なポイントですね。で、授業の成果につなげる指標を見極めるということで、今お話ししたような内容なんですけれども、指標が KGI、KPI、KSF というような指標があります。
のマーケティングで、もしかすると KPI とかは聞かれる方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、 KGI っていうのは、まあ、経営における経営業務の達成度合いを知る指標と。これ何のこっちゃっていうと、もう売上ですね。売上の目標をどれくらいにするかっていうのが KGI です。売上を 50% アップしますっていうのが KGI だとして、 KPI これは重要業績評価指標と呼ばれるものになるんですけれども、これは訪問者数の 50% アップしますとか、申し込みフォームの離脱率を 5% ダウンしますとか、まあ、先ほどの例でいくとですね、売上に直結するポイント、ここを定期的に見ていけば売上が上がるか下がるか必ずつながりますっていうポイントが KPI です。ここが結構重要ですね。 KPI のポイントをどこに設定して、定点的にそれを観測していくかっていうのがデータ分析においてはすごく重要なポイントになっています。で最後が KSF ですね。 KPI や KGI を達成する上で決定的な影響を与える要因って書いてますけども、まあ、これはどちらかというと施策の方ですね。 KPI に KPI の、指標を上げるためにどうするかっていう施策、 SEO 対策のための新規ページ作成とか、まあ、リスティング広告とか申し込みフォームの改善をしますとかっていうようなのが KGI、KPI、KSF です。で一番重要なのは KPI をどこにするかということですね。先ほどの逆算、1500万からの逆算でいくと、まあ、フォームを改善 90% から 85% にできてるかっていうのを毎月チェックしていくと、流入が8000から1万2000になるまでに、ちゃんと増えてるのかどうかっていうのを、チェックしていくとかっていうような、指標を、見ていくことが大切なポイントになってきます。で目標が、まあ、定まることで必要な集客方法が初めて見えてくるということで、また最後の方になりますけれども、 PDCA サイクルの活用ですね。プランでいくとサイトの改善の施策で 先ほどの、例からいくと、まあ、リスティングをやってみようとか、改善、フォームの離脱率を改善してみようとかっていうのは施策を立てます。で次に、それを実際に実行します。でそれを、チェック、何度も繰り返しになりますけれども、それが達成できるかどうかっていうのを調べて、達成できてなければ原因は何かっていうのを、特定をして、さらにまた P に落とし込んでいくっていうことが最も重要な、ポイントになっていきます。それを PDCA サイクルを繰り返していって、成果を上げていくっていうことが、まあ、ウェブサイトにおいて、まあ、例えばこの目的が売上であればPDCA サイクル繰り返してお客さんと一緒に売上を上げていきましょうっていうようなのが、今回のお話になってます。ですいません、時間がもうだいぶ過ぎてしまったんですけども、最後に耳寄り情報ということで、今日みたいなお話を、まあ、ウェブ解析士っていう資格があって、まあ、それを試験を受けて、まあ、慣れるものになるんです。もう今度5月20日に私が講師で、講座を行います。でこれはまあ資格を取得を目的とした講座になるので、もし興味があればウェブ解析士で検索をして、まあ、本部のサイトの方を見てみてください。はい、では以上になります。ありがとうございました。